さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオ 3D ワールド完全攻略編です。今日はワールド5とかね、から進めていきたいと思いますね。これもいつまでかかるんだろうね。はい、というわけでまずは1個目いきましょうか。なんたらビーチ、サンサンビーチ覚えてる？みんなここのステージ。俺何も覚えてない。あー、ここ覚えてるよ。ロゼッタパワー、ロゼッタマジ強いよな。ここは今みたいに何だろう、鍵のコインをたくさん集めるコースだよね、ここって。なので適当に行きましょう。ウェーイ、弾けろ。強い強い強い、ロゼッタ最強。ウェイ、スター出てきた。君たち、えい、ウェイ、暴れろ。ほら出た、ブーメランロゼッタだった、これで。いや、ブーメランロゼッタ一瞬で終わっちゃった。まあいいや、鍵はこの上かな、多分。ほい、ゲットー。さて、まだまだあるね。ここにもある。この上だね、今のあったのは。あ、こっちだ。ほい。ねえ、ここのステージ、何も覚えてないけど、なんか、あったよね。なんていうか、難しいバージョンのステージ、夕暮れ時の時は。なんか、それは覚えてるよ、俺。夕暮れのダイダラでした。ここ何に、ここの穴。ここなんか怪しいからやめとこうぜ。多分グリーンスターだったと思う。違うかな。クッパ様、おう。よし。さあ、とりあえずこれで全部揃いました。イェイ。やったぜ。さあ、金のあれだな。よいしょ。ゲットー。これ持ってるといいことあるやつ。で、ワープ。あ、コイン落としちゃった。1個目のコースぐらいはね、こんな風にゆっくりやらせてくれ、みんな。めちゃめちゃ簡単。あ、プレッシー、プレッシー、あ、いたんだ、君。これ今、前、これプレッシーやるときさ、俺、4人でやったんですけど、4人で4つコントローラー使ってプレッシー。ガチむずかったんですよね、それ。今1人でできてマジで楽。1人って最高。なんか違うけど1人って最高ってな。なんか寂しいやつみたいになっちゃうじゃん。じゃあここも通っていこうか。へい、プレッシーの力を使って、行くし、危ないし、オッケー。これどっち行く？右行く？右行く必要ないんだけどな。まあでも、あっさり簡単に。レッツゴー。いや、簡単だね、ここ。もう、6倍ぐらい難易度上げてほしいとこだね。よし。さあ、もうこれでゴールかな。はい。というわけで、いつものやつやりましょうか。ここからが本番です、皆様。ゴールの前に来たら、まず、コントローラーをみんなで起動する。ね。コントローラーを起動する。大変だ。コントローラー起動するの。よし、さあこれでピーチも出てくる。いいのかな、これで。ちょっとこっち来てもろって、もうちょっとこっち来てもろってね。へい。さあこれではなんかお金のやつがいるな、今あそこに。よし、さあ行くよ。これ一番ね、緊張するんだよね。失敗したらもう一回コースやり直しっていうのがね、地味に来るよね。 OK。さあ今回はうまくできました。完全攻略完了。ウェイ。というわけで今みたいな感じで一人でコントローラーを4つ使って全部のステージにクリア判定のマークをつけるっていうのを今やっております。これをね、今ステージ1から、いやワールド1からワールド4まで全部終わらせてきて、今ワールド5やってるところですね。これですね。なんかマリオとかルイージとかピーチとかみんなのマークついてると思うんだけどね、まだ全然ほらマリオだけとかね、マリオとキノピオだけとかってコースが多いので、それをね頑張って今埋めてるところです。じゃあちょっとここ行こうか。敵のやつ、敵倒す系、トセボブル、再びブルブル行こう。みんなみんな、まあ、待って、みんな頑張れ。あー、やばい、負けないで頑張れみんな。あー、みんなやられていく。ピーチ、あー、ピーチやられた。もうピーチどれだ、コントローラー。帰ってきてピーチね。えよし、ピーチ、ピーチ帰ってきて、ピーチ帰ってきて、よし、オッケー。みんなちっちゃくなっちゃった。えい。これ、引率の先生になっちゃったよ。これだけ難しいんだわ、どうやっても。はい。ドゥルーンと、ロゼッタ頑張ってくれた、ありがとう。はい。これマジでしんどいな。はい、まあじゃあちょっとね、ワールド5今から埋めていきますね。おもろいステージだけ見せていきます。やったぜ。さあスロットまた出てきたので、スロットやりましょうか。
で、スロットは4人でやるととても気持ちいいやつ。もうこれ何回やっても気持ちいいから何回もやろう俺これ何回やっても気持ちいいからね。さあみんなで一緒にボタンを押そう。ね、A ボタンを同時に押すよ。いきますよ、せーの、へい、よーし、チェリー若干ちょっと今怪しかったけど見事8アップかな今回も。でてててでん、8アップ、センキュー。結構やっぱ道中で死ぬこと多いのでね、今回のこのプレイングめちゃめちゃ助かる。さあちょっと次はここのステージやるか。ジャンプホイップスイーツー、めちゃめちゃ懐かしい俺ここ。覚えてる、みんなジャンプするたびにコロコロ入れ替わるコースでね。視界がすげえ悪いんですけどここやっていこうかまあ仲間いて今後ろにね、めんどくせえから引き連れてるんですけど、まあいたところで特に問題なく攻略できそうですよ。ほらこんな感じで今頑張ってこうやって攻略しております。優秀ですね。ただここめっちゃ俺覚えてるのが、今みたいなグリーンスターのコインがめっちゃ難しかったなって思い出、懐かしいぜ。さあめちゃめちゃあっさり終わったなここびっくりするぐらい あっさり薄味で終わったわけですけど、まあこんな感じでね、攻略よし。でルイジ君もレンっていう感じ、すげえやばい、このコース懐かしいなと思って、あ後ろにルイジ飛んでる、ね、懐かしいなって思いでやったけど、思ったら6倍ぐらいね、あの適当に攻略すると早くてビビっちゃった。はい、ということでナンバーワン。さあ今でね、5面か半分ぐらい終わりました。見てください、ドンとね。あと3つか、 B 面があるな。 B 面、 B 面ってここだったっけ確か。ファイアブロスがまた隠れて、出た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 、ファイアブロスくんで、隠れブロス、隠れブロスも倒しましょうか。まあ、ワンパンですよワンパン。大丈夫かな、誰かやられなきゃな。ちっちゃい子いたよね確か。100秒、え、ファイアブロスとか、あーやばい、上から、それはずるい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 。よしよし、撃破ルイージが焼けちゃったよ頭、ごめんよ。へい、ルイージごめんね、帽子落としちゃったね。また買ってあげるから新しいやついや、ファイアブロスマジでいつか誰か死ぬってこれ。へい、さあ残ってるの2つだね。じゃあちょっと終わらせてきまーす。さあお待たせしました、ワールド5ラストコースです。ここを攻略すればワールド5のなんだろう、全キャラ攻略は終わりこれ大変だね5キャラいるから1周で終わらないっていうのがなかなかのミソだよねこのゲーム。へい、さあ行こうか。まあいつも通りね、本当はゴール直前でね、敵を、あの味方を出した方がいいんですけど、毎回なんかキャラクターを参加参加って押すのがねちょっとめんどくさいのでね。ピーチ姫が、まあいいや、置いていこう。ほい、仲間をこうやって置いていくこともあるので、これでよく死ぬんですよキャラクターが。みんなみんな死んじゃうの、すぐ死なないで、みんなピーチ姫死なないでね。いや落ちちゃったあ、キノコくん落としてた俺がこれがね悲劇なんだよね。みんなみんな死ぬのこうやって。だから左上の残機がね、よくなくなってね、増えてなくなって増えてをね、一生繰り返してるみたいな、そんな感じかな最近は。ほい、さあ華麗に攻略できております。ダイダラです。あ、これはなんかニョキって出てくるコースか、ここがニョキニョキニョキっと。よし、さあボスはなんか俺覚えてるよこれ、この鉄柱くん。あぶら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 、痛い、降ってきたんだけど、この鉄柱くんというかね、このね、トゲトゲだったっけ、名前忘れちゃった、こいつがでかくなったやつ。ちょ、キャラクター多くてきつくないこれ。ちょ、みんな待って、みんな死なないでよ絶対、これやばいかもしれないねえ誰かは死ぬ、みんな覚悟して、覚悟してもろて、誰か救おう。いや、ルイジ救おう、俺は。ちっちゃいから。君を救おう。ピーチ姫ー、キノコー、やばいって、これ。こっち。あ、待て待て待て。あ、キノコくーん、あって、
ないです。危ない危ない危ない。ピーチ姫、みんなやられてしまった。いや大丈夫大丈夫。俺はみんなを信じる。友情のパワーで勝つぞ。フェイ、ピーチ姫、まずい、またピーチ姫が変なとこに行っちゃった。ピーチ姫、救おう、ピーチ姫を。ピーチ姫。痛い。大丈夫。大丈夫、俺たちはまだ生きてる。ピーチ姫を救え。よしよし、来い。これ、とどめだ。よっしゃ、ナイスみんな。ゴール直前にやっぱ出せって話なんですけどね。はい、というわけでいきましょうか。キノコくん速攻入ったね君。みんなお疲れ。よし、ちょルイージ置いていこう。へいへい。いやー、よく頑張ってくれたよみんな。さあゴールの準備だけしておいて、よし、あらら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 、待て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 、ルイージがこっちからゴール。ちょっと待って待って、キノコくん頭で跳ねるのやめてもろて、ほんと。はい、ということで攻略完了。ワールド5コンプリート。俺たちは頑張った。ウェイ、コツクリア。ふぅ、これで肉球マークついたかな。で、へい。いやでも懐かしいコースたちだったな。ここのコースもなんだかんだ懐かしいし、ボスも懐かしいわ、ほんと。よし、では次のコース行きましょうか。ワールド6へ。ワールド6は雲の上。うわ、夏いなぁ。さあ、ワールド6見てみましょうか。ドンと。ここめっちゃ数あるね。の前にこれ見て。はい。クリアリスト。右上、肉球マークつきましたね。なんで、今回もこのワールド6もね、埋めていこうと思います。ワールド6なんか目星とかあったっけ？ドンプリ倒すか、まずドンプリ。プリプリドンプリ。当選簿ドンドンプリプリ。バトルしようぜ。えい、えい、えい、えい。ロゼッタだとめっちゃ簡単じゃん、これ。えい。ドンプリさん、ドン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 。待って、ロゼッタ強すぎる。ロゼッタ強すぎる。こっち側からドンプリというわけで攻略完了。いや、ドンプリって弱かったわ。攻略ヘイ。これキノコくんだけでかいんだよな、地味に。元がちっちゃいからなんか分かりづれえや。よーし、ナイスだ俺。はい、さあコースクリア、ナイス。ふー、疲れた。そんじゃあね、ちょっと今から6面のコースね、またたくさんあるんですけど攻略していきましょうか。その前にちょっとね、英気を養っていきましょうか。ウェイ。え、ちっちゃい方に1個だけって初めてじゃね。え、マジか。なにお前、笑っとんで。蹴った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 、ほら蹴った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 。くそー、うわ、このパターン初めてだ、つれー。まあしゃあないか。よし、では6面ね、埋めていきます。さあ行こうか、ファイアブロス。今回どんなタイプ？いや、いっぱいいるやつや。やばい、みんな耐えろ耐えろ耐えろ。うわー、俺もやばい。終わった？あと痛い。ふい、よし、命はあるから俺の勝ち。結構しんどいな。ウェイ、というわけでクリア。ハンマーブロスにブーメランブロスでファイアブロスっていう、なかなかいやらしい構成だったね今のね。イエイ。さあロゼッタ一人でデキギハウウェイ。で、6面ってまたね、ちょっと嫌なのがあって。なんだと思う、みんな嫌なやつ。そうそうってどれ。むせちゃった。あれなんだよね、ミステリーハウスがまたあるんだよね、ここのエリアには。ミスハウなんで、まずミスハウやっちゃうか。え、どこにあんだミスハウ。この、ここ土管のとこ。うわ、やっぱこうだ、ここだ、ミスハウ。ということで、じゃあミステリーハウス行っちゃいましょうかね。これね、グリーンサー取った瞬間ゴールなので でね、絶対にキャラクター出した状態じゃないと、辛いとこなんですよね。なので、出したまま行きたいと思います。行きましょう。これ出したまま行く系はマジでしんどい。さあ、ボール使うやつか。これ、ボールアクションゲーム。これ、複数人でやったら楽なんだよね、ほんとそうなると。はい。よし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 。1個目、5個あったよね、確か。2、4、5、OK。じゃあ、これも。はい。おい、神。次。いや、一回攻略したことあるからわかるよ、俺。さすがにね。はい、ボン。で、取る。
取らねばゴールにならない。さあ3つ目攻略、あと2つ。これなんか後ろのキャラクターたち見てるだけなんだけど、ずるくねえかねえ。イエイ、おいおクリア、イエイ、ちょ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 なんか知らんけどクリアです、やったぜ。はい次、はい、待って、これまずい、これまずいかもしれん。俺前もこれ見せた気がする。ねえ、はい、どけ。あー、取れない、ない、罪悪だ。くそー。さて、5個目いきましょうか。ドン。これね。ドン。よしよしよし。痛い。野球ボール自分で当たってもあれなんだね。ダメージ判定入るんだ。ちゃんとやれば大丈夫。というわけで見事攻略完了。フェイ。君ら言っただけだからね。何喜んでんの。ミステリーハウスのクリア、マジできついわ、これ。ラスト絶対俺クリアできる気してえもん。このプレイで。はい、というわけで今見てみましょうか。現状こんな感じです。まだ結構残ってるね。まあ、とりあえずね、3、4、5、6、7、埋めてきまーす。へい、さてね、一応ですけど、これでワールド6の全ステージ終わったかと思ったんですけど、終わってないんですよ。ね。お城ステージ。なんとか今攻略して、ここちょっとめんどくさかった強制スクロールコースだったんですけど、残機がめっちゃ溶けた。ね、で、もう一個、この先にあるんですよね。確かステージが。見てください、ドーンと。はい、6の C。残ってるのはあとここだけ。行きましょうか、6CA。ここだね。土管を抜けた先にあるところ。これを攻略すればね、6もオールコンプリート。行きましょうか、ボス分裂。え、待って、分裂さん相手に。え、無理だろう。ボス分裂をキャラ出し状態じゃきついぞこれマジで。へい、ちょっと待ってね。スズネコマリオ持っていくか。あー、ここなんかある、なんかある。ダブルチェリー、ダブルチェリーいっぱい出てきた。ロゼッタ何になったんだよこれ。猫なるか。よしよしよし、これ最強最強。猫がたくさん、ハッピーだねこれみんな。ほい、さあ行こうぞみんな。ピーチ置いていくわ。ごめんピーチ、またね。さあたくさんの猫で挑みに行こうか。挑むはバーサスボス分裂、レッツゴー。でもボス分裂戦のダブルチェリーの意味が俺マジでわかんねえ。楽しいだけだよね。楽しいだけ。ふあ、みんなー潰れてもうた。悲しい俺は。一体猫やられたまで大丈夫だよ。みんなやられないでよ。頼む、俺の方に来い、俺の方に来い。みんな、あー、みんなーみんなどうして潰れちゃったんだい。えい。いや、よしよしよし。さあ、5猫でね、こうやって、ひっかき、乱れひっかきですよ、これ。5回当たるやつ。絶対強いじゃん。いや、これ泡になってくれてたら楽だね、気持ちが。ほんと。ボス分裂はね、第2形態が強くて、第2形態というか2回目の姿か。はい。今後出会う、2回目出会うね、姿がね、ジャンプするたびに衝撃波が出てくるっていう、マジ強い仕様になってんだよね、ほんと。今は弱い。受ける。よいしょ。さあ、入ろうみんなで。数が多い。多すぎるだろ、これ数。猫何体いんだよ、これ。さあ、王冠持ってるのがね、親分ですので、皆さん、勘違いしないように、親分には絶対従ってください。よし。これ、どうすんだ、これ。よし、とりあえず、ゴール準備しといて、よし、これでいいのかな。さあ、とりあえず、みんなでゴールして、OK! 王冠ついてない子がゴールしたけどな。まあ、生き残った人が本命だ。ウェイ。ダブルチェリー、怖いな。偽物がね、生き残るかもしんないじゃん。ダメだよ、そういうこと考えたら怖くなるからダメだよ。はい、ということで、見事攻略完了。ナンバーワン、ロゼッタ最高。はい、いやー、疲れたね、今回も。はい、見てください。妖精の国、のここですね。ワールド5。そして、ワールド6、全部コンプリートできました。やっぱ、ステージの数が増えてきたからね、1回にかかる量も増えてきて、かなりね、しんどいですね。さあ、残ってるのはね、ワールド7面ことお城ステージ、クッパステージ、スターステージ、キノコステージ、フラワーステージ、クラウンステージ、まだまだ残ってます。ね、オールコンプリート。
してね、キャラクターのスタンプもらえるように最後まで頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしく。わー、ここ好き、やっぱ綺麗だね、ほんと。それでは次回またお会いしましょう。アスパヨー。